シュ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 すごい顔した。リーディングですね。やっと使えます。楽しみだったんです。そうですね、はい、今日はこれを使っていろんな魚を狙っていこうと思うんですけども、はい、今日使われるのは私はこの73の MH っていう、はい、結構万能に使えるって聞いたのでこれでちょっと何魚種いけるかチャレンジしてみます。楽しみですね、はい、私はまあいろんな竿を使い分けながら、はい、いくつかの魚を狙っていこうかなと思ってます。楽しみですね。はい、頑張ります。頑張ります。はい、じゃあポイントつきましたんで、はい、まず朝は何狙いで。はい、アジを狙います。胴付き仕掛けで、はい、アジの方を狙っていこうと思いますので早速やってみましょう。モハラさん、竿は。はい、私はもう今日は1日通して73の MH を使っていきたいと思います。まあ歴代リーディングでも一番人気の竿が。そうですよね、万能ですもんね。お、来たよ。僕にとってこういう胴付きの仕掛けなんか相性良くて。おー、クッキー。おっしゃー、おー、かかってます。おっしゃー、ヤジ。あー、オッケー。大きいですね。ありがとうございます。めっちゃ大きい。すごい。それ大きいよ。こんな味釣れんの。いいね。すごい。朝一いきなり。これ何センチ？40ぐらい？サバみたいな味釣れましたよ。このサイズか。アジじゃないみたい。こういった釣りにはやっぱ64の少し柔らかめの方が相性いいんだろうなと思います。しっかり胴まで入ってくれるので口も切れずに、今のも抜いちゃったら多分割れたような魚なんで良かったです。すごい嬉しい。めっちゃ操作しやすい。こういう誘いを入れるのにいいですね。そうですね、操作しながらやるなら、奈良さん、いなして、まあ仕掛け揺らさないようにするんだったら64って感じかなと思うんですけど。あ、やばいやばい、ちょっと、すっごいダイレクトに来た。楽しい。あすごいずつ来たからめっちゃ、大興奮。やばい、楽しすぎる。あ、待って、優しくして。アジアジ、おっしゃー、よっしゃー。どっちだ。オッケー、大きい。でっかい。でっかい。アジのサイズじゃない。すっごい大きい。でか、これが大阪の和歌山の鬼足。すごい。あ、鬼なの。いやマジ鬼やったらちょっとびっくりした。あ、すごい、40超えた。めっちゃでかい。何センチ。43。鬼です。すごい顔した。わあ、かっこいい。リーディング 73MH 大活躍です。ビビリの私でもこんな大きいアジ釣れました。これは嬉しい。すごいかっこいいね。じゃあ平らばをします。これ絶対平らばにも合う、このロットね。楽しいと思う。結構なかなか平らば専用で買うのもっていう方なんかは、うん、そうなんですよね。本当になんか初めて釣りするけどいろんなのに使いたいっていうのを、何がいいかなっていうの聞かれるんですよ。私もすごいおすすめしやすいと思います。ね、いいですよね。エリアによってあれですけど、はい、関西なんかはこの MH ぐらいが一番多分何でも、はいはいはい、そうですよね。いや九州もいいと思います。本当平らばでもいいし五目でもいいし何にでも使えると思う。アジ狙ってもいいし、なんかしっかりしてるから青物が来ても大丈夫そうですね。全然余裕だと思います、ね、来た来た、ナイス。来たよ。あ、
所だ。そこからでもね、はい、割とすぐだった。あ、5回ぐらい待ったところかな。やっぱあーもったいない。切り替え切り替え。食った食った。あ、ナイス。よし食った。乗った乗った。おっしゃ。あ、また抜けた。なんでだ。へえ。珍しい。取らないで。マジ？今のは多分ちゃんと合わせまで行ったのに。当たった。やべ、ちょっとあんやん。やべ。はい。あ、もうみんなの声が。オッケーオッケーオッケー。めっちゃダイレクトに来る。怖い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 。よし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 。怖いよ。心臓が絞られるみたいな感じがする。いや、めっちゃ元気。もう、あ、綺麗。おっしゃ ー、やったー。オッケー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 。やったー。おっしゃー、綺麗だい。ウェルカム。うわ、ほんと綺麗。おっしゃー、とかかってるわ。あー、よかった。フィッキングしっかりいったのも分かりました。なんでもう、あ、もうドラグ緩めて大事にしようと思って、うんうんうん、超いいとこかかってるじゃん。ねえ、よかった。おめでとう。あ、やったー、嬉しい。平場攻略できたらなんか本当に自信持てる。リーディング73でこれでもうアジとタイトだね。嬉しい。やばい、めっちゃダイレクトだった。ドキドキした。平場にも十分使えるでしょ。全然いいです。もう本当来ました、平場。やっと。ちょっと実はね、2回ほどバラしてたんでやばいなと思ったんですけど、十分やっといいとこかかって納得サイズが来てくれてよかったです。まあ、かかったらしっかり、初め2回ちょっと乗らなくてバラしちゃったんです。バラしてこう乗り切れなかったんですけども、乗っちゃえば本当この差をほぼバレない。結構郷原さんのやつは73で張りがあって、キャーキャー言ってたと思うんですけど、私のやつは割と乗っちゃえば本当安心して釣りができる64調子ってところで、平場には本当おすすめできるかなと思います。やった、ダブルヒットしましたね。すごい。もう当たるとこから見てましたけど、なんかやっぱ曲がり方とかも73と64ってこんな違うんだ。違いますよね、うんうん。まあ、73は割とフッキングには向いてる感じ。本当そう。今でいうところのかけ平場系ですね。そうですね、かけるのもできるし、でかかってからもう安心してやり取りできるって。安心してた。してない。絶対キャンキャンしたでしょ。めっちゃスリルあった。面白かった。64は、はい、まあ乗せ平場、うん、しっかりオーソドックスな巻いてかけて、はい、最終的にフッキング竿がしてくれるような調子で、うん、かかっちゃえば本当安心して。ね、本当ですね。上がってきたらそっちの方が大きくてずるいと思いました。やったー。あ、ちょっとこれチャリコ。いやいやいや、本当に超いいサイズだし、戦略によって使い分けれるし、うん、面白いですね。1本で何でもできるし、はい、こんなに差があってまたこれも面白いと思います、うんうんうん。アジもやって、はい、タイもやって、みんなね好みがあると思うんで、ロットって、うんうんうん、ちょっと好きなのを選んでほしいですね。次はあれいきますか、はい、この春発売になります新生リーディング。おー、これどこが新しくなったんですか。はい、ですね、まずリールシート、はい、こちらがエアセンサーシートのスリムトリガーという、はい、全く新しいタイプになりました。やっぱパイリングして釣りをするのでかなりここがスリムになるっていうのは女性には嬉しいと思う。男の人もそうですよね。そうですね。でこういう風に電動を使う釣りなんかはどうしても、うんうん、握りづらくなるんですけども、うんうん、非常に使いやすくなってるかなと思います。あと穂先に AGS、はい、かなりたっぷり使ったので、まあ先が軽くなると操作性ってもちろん良くなりますし、あとは調子自体も今時の釣りに相性がいいようにブラッシュアップして、はい、種類もいっぱいあるんですか。はい、大きく言うと、はい、8、2、7、3、6、4調子ですね。3つに分かれてて、はい、あとは重りの負荷に応じていろいろタイプあるので全部でなんと15種類。郷原さんならどんな釣りに使われたいですか。私は普段、平場すごいするの で、うんうん、で平場だと限界は青物も食ってきたりするんですよ。だから結構しっかりめにこうバットが残ってくれる73使いやすかったですね。なるほど。あと夏場だとイカメタルするんで、西村さん使ってた8、2調子とか、うんうんうん、ちょっとかけながらでもいいし、でもかかったら持たれるみたいな。いいですね。めっちゃいい。あれ面白そう。いろんな釣り、ね、釣りに使ってみたいですよね、はい、うん。私は大阪湾だったらもちろん、はい、タチウオ、あとは、小物釣りからある程度中物まで青物もね、うん、そこそこいけるのかなと
期待してます、ね、もう本当万能として使ってもいいし、なんかこだわってこの硬さのこの長さっていうのも選べるし、すごい幅広く使えると思いますね。はい、じゃあポイントにつきました。はい、最後は、ね、天野太刀魚。すごい、これリーディングで太刀魚もできちゃいますね。ましてや郷原さん、今日一日ずっと73の MH だけですもんね。本当に私は82の MH、はい、まあもう本当におすすめしできる、はい、太刀魚でバッチリ使える調子に仕上がってるんで、これはね、刃先がメタルトップ。はい、そうなんですね。早速やってみましょう。どんな感じなんだろう、見たい。はい、お願いします。結構天野太刀魚っていろんな調子使う人がいて、はいはい、私はやっぱり先調子、はい、僕先調子がおすすめで、はい、まあ、台湾の天野太刀魚っていうのはそういうのが多いんですけど、意外と冬の寒い時期なんかは柔らかいやつ、そうですね、まあ、そんな時なんかはこういう柔らかいの使う人もいて、はい、で、ゴーハルさん今日使ってる73の MH なんかまさにですね。お持ちまではかなりしっかりしてて、本当もうここがしっかりしてるから、で穂先がグッとメガトップでしなやかに入るような、はい、これだったら当たりも分かりやすいですね。おっしゃる通り穂先かなり敏感なんで、はい、多分結構当たり出るんじゃないかなと思ってます、ね、で逆に言うと私のこのおやつなんかはすごい、あ、でも先調子だけど綺麗に曲がりますね。そうそう、多分こうやって感じでかなり入ってしっかりライトできるように。だ極栄とか天野太刀魚の専用さんに比べるとかなりマイルドです。マイルドですね。だから今みたいな肩が微妙に持たれてるような当たりだったんで半信半疑で合わせたんですけど、あ、でもなんか水深が深かったり途中でのバランスが減りそう。それぐらい、じゃじゃーん、早速すごい人流しですね。いいところに新色の天野でバチッとかかってるんで、今多分、まあ、このサイズのイグイなんで相当細かいあたり違和感ぐらいの、そしてリフィティングした後も違和感感じるぐらいのサイズなんですけど、ほんとメタルトップ穂先入ってるんで十分分かりましたね。逆に今びっくりした自分で。いい竿っすよ。ぼんやりしてたくらいでかかってくれました。でかい、やばい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 、やったー、でかい、ごちそうさま、言いそうになってる。すごいすごい、やった、マジで、いやーすごい。いや本当ジリ負けで、なんか石村さんに言われた通りに余計なことをしないっていうのが、やっぱ奈良さんの調子柔らかいから、うん、下手に誘いに行かずに、はい、この時期は特にドラゴンなんかはでかいって言ってたけど本当に釣っちゃう。うわ全然違う、まあ、ちょっとすごく面白そう、気持ちいい、あーしゅ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 、うわ気持ちいい、気持ちいいっす。8人でも結構かかったら回ってくれるんで、本当ですね、やり取りは全然安心ですね。本当だ、メタルトップの感度と両方あって、うー最高で、おっしゃー、大きくでかい、おっしゃー、やったー、これのダブルやばいですね。何こんなに釣れんの、だしすごい、めっちゃ面白い、新しい、何これ完璧すぎる、完璧すぎる、何これ、めっちゃ楽しい、やっぱ天野も新色やし、ねね、道具も新製品だから、いいな、完璧、すごい、私のはかかっただけど、西村さんちゃんとかけてた、それぞれの竿の、ね、奈良でゆっくり誘って乗せた、はい、大原さんの太刀魚と、はい、私は82でアグレッシブに乗って、はい、食い上げをガッと取った鉢を、やったー、釣り方違うけど同じようにこうやってドラゴンが釣れて、ねえ、バッチリ、バッチリ、私の方がちょっと大きくないですか。いやいや嬉しい、やっぱこれぐらいのかけると全然違う、もう
嬉しい。超曲がってましたもんね。いやどうせでもさ毎回なんかヒーヒー言うからさ、大したことねえのかなパターンで。みんな私のこと信じてないでしょ。今日はリーディング使って、いや面白かった、いろんな釣りやりましたけど、はい、どんな感じでした？私1日7-3で通したんですけど、本当何でも使えるなって感じです。で感度もいいし、あのバットもしっかり残るし、うんうんうん、でちゃんと食い込みもあるし、でなんかもう本当に全部叶えてくれる。アジもタイも、はい、タチウオも7-3で MH でやった、はい、すごいですね、まあ、万能性がすごい高いよっていうのが分かったかなと思います。はい、石村さんいろいろ使い分けて、そうですね、私は釣りによって使い分けて、はい、アジは64の MH、うん、タイラバは64の M で、この、天野太刀魚は82の MH と使い分けて、うん、まあ、逆になかなかこう専用竿っていうとこう、ね、同じような調子になっちゃうんですけども、うん、あえて釣り方を少し外したような、うんうん、私はこっちの方がいいんだっていうような選び方もしてもらえると思うので、ね、まあ、汎用性と専門性の高さ、はい、両方が伝わったかなと思います。めっちゃ釣れましたね。いやめっちゃ楽しかった。まだ帰りたくない。もう釣りしたい。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画も面白いらしいけん、皆さんチャンネル登録もしとくねー。